もメダルが赤くなりましたね。だいぶメダルが赤くなりましたね。亀ヶ谷ですね。亀ヶ谷の切り干し。お地蔵さんです。これから探しちゃってるな。旗が見えちゃってるな。旗がね、取られたものこれ。これ旗があったものこれ。この間はそんなにないけどね、距離的には、下の鎌倉街道までは大体200メートルぐらいしかないからね、300メートルかな、本当にここは。短い切り出したから、だいたい鎌倉の七切り漁師というのはこういう感じですね。ほとんどもう昔のものではない。ここはしかも車は通れませんが、一応単車とかね、バイクの場合は通行可能にしてますからね。だから下がこういうコンクリートになってますよね、うん、はい、はい、ここからね、車両のあそこちょっとかろうじてないわね。まだ実際は咲いてないけど、だんだん膨らんでるな、それが。この目が深いよね。こういう感じです。これは鎌倉街道から亀ヶ谷の切り通しを今登ってましたね。だからさっきは逆にやってたんですが、今鎌倉街道の方から登ってます。この斜面に菜が、まあ、だんだん咲いて、きていますね。やはりここは日当たりがいいんで、もうだいぶ咲き始めてますが、まだ満開ではありませんね。これは満開になりますね。これはガクアジサイだな。そしてこれが北海道、でここのお庭は素敵なんだけど、対応してないからね。ここのお庭は素敵ですよ。
この苔もしてくれてるね。残念ながらここは開放してない。そしてこの反対側は愛妻がねしっかり咲きました。これからは